温室効果ガスの排出ゼロに向けて関心が高まる水素。福岡県は北九州市を拠点として水素を活用する新たな取り組みに乗り出しました。期待と乗り越えるべき課題とは。水素の活用を目指す協議会が今日北九州市で最初の会合を開きました。自治体に加えエネルギー関連の30の企業や団体が出席しました。政府は10年間で水素の大規模活用拠点を3カ所整備し、支援制度も設けます。水素の需要供給、いずれもですねバランスよく非常に大きなポテンシャルを持っている土地であります。とはいえ水素の市場は発展途上。参加企業からは水素の需要と供給の見通しがはっきりしないという意見が上がります。協議会では試算をまとめ、今年度中に拠点の整備計画を作成します。北九州市はこれまでも水素の活用に力を入れてきました。かつて官営八幡製鉄所として栄えた北九州市八幡東区の東田地区に来ています。こちらありました、北九州水素タウンと書かれています。こちらでは2011年から水素を活用したさまざまな取り組みが進んでいます。その一つが、書いてますよ、 H2 ルーム、水素の部屋と書いてます。中に入ってみると、もちろん電気はついてますけど、水素が使われているかどうかというのは部屋の中を見ても確かに分かりません。お試しで入居もでき、夏には水素を 100% 使った給湯器も国内で初めて実験します。ところでこの水素どうやって供給しているのか。鍵を握るのがこちらのパイプライン。世界でも類を見ない長さ 1.2 キロのパイプが街中を通り、住宅などに水素を供給しているんです。北九州市ではこのほかにも太陽光や風力を使って CO2 を出さずに水素を作る実験も進めてきました。これまでの水素の取り組みについてどんな成果があるとお考えでしょうか。やはりその水素をもうこれからの主力のエネルギーとして位置づけていくという、そういうしっかりとしたネットワークあるいは機運というのがしっかりできてきたということがあると思います。ただ水素は既存の燃料より5倍ほどコストがかさむため、なかなか普及してきませんでした。その水素をこれからさらに普及させるための課題って何だと思われますか。やはり予見可能性、先を見通すことをしっかりとやっていくことが一つあると思います。需要と供給、これがどのくらいの規模になって、どこでどう使われているのか、その具体性を持った実現可能性、これをしっかりと示していくことが一つあると思います。